石破茂首相が、南米のペルーと、ブラジルを訪問し、APEC や G20 サミットに、参加した後、帰国する際の行動が、批判を受けている。ブラジル滞在中、コパカバーナビーチの、写真を自身の X に投稿し、観光気分が漂うとの、指摘が相次いだ。特に、過去の自民党女性局の、エッフェル塔問題を、引き合いに出され、批判が強まった。また、南米訪問中の、振る舞いも問題視され、食事中の姿や、他国首脳との交流の場で、スマホをいじる姿勢が、マナーが悪い、と指摘された。マレーシアの首相との、握手にも立ち上がらず、横柄な態度とされ、これらの行動は、日本の外交に対する、マイナスの印象を与えた。自民党内では、石破首相の政権が、2025年まで持たない、との見方も出ており、今後の影響を懸念する、声が高まっている。